なぜか鉄道系の間ではあまり話題に上がらない気がする路線です。というわけで冬の西鹿島駅からこんにちは。本日は静岡の赤電、遠州鉄道に乗ります。というわけでこちら遠鉄線系。モダンな雰囲気ですが幕車。近未来的ながらサイコさんは1983年生。早速乗り込みましょう。車内はロングシート。原則2両です。朝晩のラッシュ時には2編成繋いで4両体制になります。遠州鉄道線は新浜松から西鹿島までの 17.8 キロを約33分で結ぶ地方私鉄。全区間が単線ですが、それを感じさせない12分間隔での運行が特徴的です。12分間隔でも十分高頻度ですが、実は1972年には10分間隔での運行が行われていました。1973年にはすぐ11分間隔になってしまいましたが、その11分間隔での運転はわかりづらいということで、1983年には12分間隔に変わります。それからだいぶ経ち、2020年からは某あれの影響で、土日祝は20分間隔の運行が行われていました。2021年12月現在は12分間隔に戻されたみたいですが、どうなることやら。あ、座席はだいぶふかふかしてます。乗り通す分には全く苦にはなりません。昔は車内 LED が搭載されていたのですが、今はほとんどが LCD になっています。車体に反して LCD のデザインはなんだか淡々しいです。LCD のアニメーションが少ないのはご愛嬌？遠鉄電車の車両の特筆すべき点といえば、やはりこのキノコ型貫通路でしょう。2021年度に製造された遠鉄2008編成にもこの貫通路があります。現代にはほぼ残っていない存在ですが、これが数を減らした理由の一つは火災防止、火型の車両に燃え移りやすいなどの理由で、塞がれたり、廃止されたりしました。今残っているものは、東京モノレール線系やこの遠鉄電車ファミリーなど、そう多くはありません。どんどんのお弁当が食べたかったので、近くにお店がある小林で一旦降りました。線系のトップナンバー車両とはここでお別れ。ちなみに2001編成は引退したので、もう乗ることはできません。悲しい。弁当を調達していたら新浜松駅がやってきました。あれは2000系ですね。線系と何も変わんねえじゃねえかって？そうなんですが、そうじゃないんです。ルックスは線系と同じく活かしてるんですが、音をよく聞いてみてください。違うんです。次は浜北です。人間ドック浜松市検診産婦人科眼科整形外科内科外科脳神経外科医療機関強制音の話に戻ります。線形は抵抗制御ですが、2000形は VVVF 化がされているんです。なお三菱 IGBTVVVF です。あとついでに2000系では、設計最高速度が時速70キロから80キロになり、少し軽量化もされました。なおデザインはほとんど同じです。公式サイトでも1000系踏襲したって言ってますし。この2000系の名前の由来は、21世紀に向けた新型高性能車両から、1999年デビューなので、なるほどそうつけたくなりますよね。そんな遠鉄は、全車両が遠鉄オリジナル。これって案外すごいことなんです。地方私鉄は大手私鉄や JR とかから車両を譲渡してもらうケースが多いのですが、遠鉄は2000系、1000系、そして仙台30系も全てオリジナルです。なおこちら日車製。さて、自動車学校前から高架へと移り、上島を経て、次は引間です。遠鉄には近く間はありませんが、高架区間は計 6.3 キロほどあります。開業当初から高架だったわけではなく、部分的に高架になっていきました。昭和60年には新浜松から助信まで、
平成に入って残りの区間が高架化されました。そんな円鉄は高架化だけでなく新車の導入にも積極的です。2021年に2008編成が導入されたのですが、方向幕が従来の幕からなんとフルカラー LED になりました。3色 LED をすっ飛ばすあたりが東海地区らしくていいですね。2001編成の引退に見られるように、今後は2000系がじわりじわりと1000系を置き換えていくのでしょうか。でも、せいてはことを仕損じる。円鉄の IC カードがそれを裏付けています。遠州鉄道は2004年に日本で初めて電車バス共通の交通系 IC カードナイスパスを導入しました。このスタートダッシュは何を生んだか。現在主流の交通系 IC カードと異なるシステムという大きな壁を生んでしまいました。つまりスイカやトイカなどとの互換性がないのです。システムの改修にかかる費用も莫大だから、まだナイスパス文明は続いているのです。一部ではバッドパスと言われているとかいないとか。 IC カードは少々こけましたが、運賃自体はだいぶ良心的です。2022年1月までは初乗り運賃は120円、これはトップクラスに安いです。2022年2月から初乗り運賃は140円になりますが、それでも首都圏 JR の最安値並み。新車導入や安めの初乗り運賃など、なんだかんだ頑張ってる地方私鉄なんです。なお、運賃は3キロを境に1キロ刻みで上がっていきます。乗り通すと480円。さすがに距離が長めになると JR よりは高くなりますが、頑張ってる方です。向こうには浜松市を代表する巨大なビル、アクトタワーが見えますね。45階建て、約213メートルの超高層ビルです。さて、第一通りの次の駅は終点、新浜松。ほんの500メートルほどで着きます。なお、新浜松駅と浜松駅の間はほんの少し離れていますが、東口から直進すればすぐなので、まあまあ迷わないと思います。お、JR 浜松駅と輪っか型のバスターミナルが少し見えてきましたね。新浜松のすぐそばには円鉄百貨店があります。円鉄百貨店内では餃子もうなぎも食べられますよ。最近爽やかもできたみたいです。夜メロンは円鉄百貨店内ではいずれも食べたことないみたいですけど。そうこうしているうちに終点新浜松に到着。赤と白のコントラストが美しいですね。そうそう、新浜松の改札はこうなっています。簡易改札と手動改札が合わさった感じ。効率よくお客さんをさばいていきます。本日は円鉄電車に乗ってきたという動画でした。高頻度ダイヤ、ナイスパス、オリジナル車両など、かなり個性の強い路線ですので、浜松に用がある場合はぜひ乗ってみてください。ではまたお会いしましょう。